はい。では次、不動産取得の計算です。えー、不動産取得、家賃収入なんかですね、えー。総収入金額から必要経費を引く。必要経費の中に借入金利子は含まれるけども、元本は含まれません。あと、不動産取得にかかる所得税も必要経費にはなりません。で、これ所得税は必要経費にならないけども、不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税。これらは、 必要経費に含まれます。だから、家賃収入を得てる大家さんなんかは、実は固定資産税とか登録免許税とか不動産取得税、こういったものは必要経費に含めますので、差し引きすると、おということもできるというふうに思ってください。次、不動産の有効活用。え投資の利回り計算ですね。まず一つ目、純利回り。これ何かというと、えー、簡単に言うと、収益、家賃収入から、まあ実際に費を引いた分の純収益、これを 投資した金額で割ってかける100をしたものが純利回りというものに該当してきます。次、内部収益率。これは投資期間中の収益を現在の価値に置き直します。この合計が投資金額と等しくなるような収益率が何なんだろうというのを計算したのが内部収益率というものに該当してきます。